おはようございます。糸島の旬を伝える和田チャンネルです。今日は、まあ、前回フリックス&コーを紹介して、今来てるとこはあの糸島の食材がね、集まるセンターみたいなもんなんですけど、今ねフリックスも含めて、まあ、いろんな市内に、デリバリー、配送してるんですけど、それをこう今農家さんがたくさん野菜を持ってきてくれるので、そのピッキング場にいます。糸間さん、はい、糸間さん、はい、僕と同期です、はい、何を翔ちゃんさんのオクラのシール、オクラとかかぼちゃね、ドロンかぼちゃ、これほら、ね、いいですね。ひまわりさんのメロガ、これも高上台山の麓の日陰で水がすごくあのいいとこっていうか水気が多いとこで作ってるからすごくみずみずしくて美味しい生姜ですよ。じゃあ平塚さん、今日何がおすすめですか？今日はですね、野菜乾燥の平塚です。タイバジル、これほらタイバジル、これ何使うんでしたっけ？これでも香辛料ですよね。そうですね、これ香り強いですよね。めちゃめちゃ香り強いのも、ほらこういうのも、こういうのも朝、どんたくさんは兼業農家ですから仕事行く前、まあ、朝何時でしょうね。3時に起きて収穫してうちに持ってきてくれるの。とにかくね、朝どれです。朝どれ、うち、はい、これがあるんですよ、グリーンレモンとね。グリーンレモン、ほら、今よ、グリーンレモン、糸島のレモン。これ石井さんが作ってるんですけど、二条福井、糸島の一番端の方でやってて、温暖な気候で、温州みかんとか、バンガン系のみかんをね、たくさん作ってる農家さんなんですけど、まあ、この方の、柑橘もうまいですね。うまいですね。で、今日の一番の味は？もう葉物ですね、葉物。あ、やっぱ村さんですね、やっぱね。村さん、やっぱすごいですよ。村さん。無農薬でこの時期にやっぱ葉物を作るっていうのはなかなかできないですよね。ね、そういうこと。暑いですね。そういうことね。今日、朝早く、6時とかから取って、ね、まあ今、9時前なんですけど、9時でね、うちの1便が出るんで、その前に必ず村さんが、まあ村さんといえばパクチーか、パクチー、葉物、これを朝持ってきてくれてるんで、あ、香りもいいね、本当ありがたい。まあこれ村さんの取材に今度行ってみようかな、まあ、この、 あの鮮度とかね、この青々しい理由をちょっと探っていきたいと思います。糸島にまだまだね、美味しいものってたくさんあるんですけど、これも翔、ちゃん農園さんって、いうとこのケアで作ってるかな、のイチジク。これ白イチジクかな、品種ちょっと品種名わかんないけど、これものすごく甘いんですよ。と黒ね、この黒とか、まあ、こういった珍しい希少価値の高いものも、農家さんいっぱい持ってきてくれるんで感謝いたします。はい、ということで、来週の糸島の旬もお楽しみに。ありがとうございます。